タレントで女優の山之内すずが、22日放送の日本テレビ、読売テレビ系バラエティ番組、ダウンタウン DX、毎週木曜夜10時に出演。芸能界に入るまでを振り返り、ライバルだと思う芸能人を明かした。この日は、歴代バラドル大集合、そして、タレントの峯岸みなみやモデルの藤田ニコルらと共に、若い世代代表の一人として出演した山之内。インスタグラムで人気を集めたことから芸能事務所に声をかけられ、その後 TikTok で活躍、アベマの恋愛リアリティショー、そしてテレビと活躍の場を広げていった経緯を明かした。バル、さらに、ちょうどテレビ側が若者視聴者をもっと集めたい、だからフォロワー数の多い若い子を呼びたい、ってなった時に、たまたまハマったのが私だった、と自身が現在芸能界にいる背景を分析した。SNS での圧倒的な人気から芸能界入りした山之内だが、この日はライバルだと思う人がいることも告白、同い年のタレントさんで言うとめるるちゃん、と、モデルのぬくみめるに対して、ライバルのように感じているのだという。めるるちゃんは芸能界の歴も長いし、やっぱ、ポップティーン、とかずっと雑誌もやってるから、ニコルさんとかみちょぱ、池田美優さんとか先輩がいる、と話した。以前ある番組でみちょぱがぬくみと先輩後輩として絡んでいた様子を見て、私も先輩がいたり後輩がいたり、誰か絡める相手がいたら、もうちょっとできることもあったのかな、と羨ましく感じたと告白。全然違うなとわかってる、ものの、ぬくみが、天然キャラとか、すごい可愛らしく爪痕をちゃんと残してるのを目にすると、私はこう、なんか、その場に馴染む人で行っちゃってるなぁ、って意識して、その結果、めるるちゃんが出てる番組をそんな見れないまま来ちゃった、と山之内は率直な言葉で心中を明かした。そんな山之内の告白を真剣に聞いていたタレント、鈴木紗理奈からは、見た方がいい。相手のこと研究した方がいい、と激励の言葉が送られ、山之内を笑わせていた。